警部マミヤ堂、稚内の会社です。マミヤ堂ホタテラーメン塩、製造は北麺フーズ。ノンフライ麺に液体スープとレトルトのホタテがついています。麺は幅3ミリで、角は丸めており優しい舌触りです。茹で5分でも固めで重量感があります。少しボソボソした食感と歯ごたえですが、安っぽさは感じません。飾り気がなく素朴な力強さを感じます。中華麺っぽい香りも出ています。スープは透明感がある淡い色です。ホタテを煮込んだ臨場感のある匂いと磯の香りがとても強く出ており、この製品の魅力になっています。全体的に甘めの味付けで辛い刺激はありません。ラードが入っており、力強さと潤いを与えています。旨味は強いですが自然で、ワートらしさはありません。レトルトのホタテは長辺が6センチぐらいで厚みもあります。ふくよかで香りもよく、とてもありがたみがあります。煮汁もいい出汁が出ています。値段は650円と高いですが、具のホタテと生々しいスープにはその価値があると思います。みんな大好きトントン。